日本佐賀県佐賀市水替水が、港は佐賀県佐賀市の地名。郵便番号は840-0054。閉鎖された佐賀市民会館武家屋敷の門水が、港は佐賀市中央部の地名。佐賀城の東、国道264号と国道208号の間に南北に広がる。東端を、裏十県川、南東端を、八った港が流れる。また、 木内から田伏川が流入し、中南部を通って、八田港に合流する。佐賀平野のクリーク地帯であり、その他にも水路は多い。中央南北に、県道30号が走り、県道を挟んで北から、東西交互に1から6丁目が並ぶ。北から時計回りに、松原、材木、旭町、南佐賀、本城町袋、中野建町、城内に接する。 国道と県道沿いに企業や商店が並び、他は住宅地となっている。一丁目にあった佐賀市民会館は老朽化により2016年に休館、佐賀県立病院厚生館は敷地が強症のため2013年に加瀬地区に移転した。跡地には佐賀市医師会立看護専門学校、休日夜間子ども診療所、休日鹿診療所などが移転進出したほか。 佐賀県健康づくり財団が運営する、検診、検査センター、西九州大学が管理、運営する、調理実習室や多目的ホール、レストランに加え、佐賀県医師会、佐賀県栄養士会などが入居する、佐賀メディカルセンターが開設された。なお、西九州大学では、本施設を、サテライトキャンパスとしても使用する。一丁目には、歴代藩主が、国家安泰、 万民安楽を祈願した石頭や佐賀の乱記念碑がある万部島があり佐賀城公園の一部となっている。二丁目に大隈重信の生誕地があり国指定史跡の聖火を中心に大隈重信記念館として整備されている。三丁目の大木公園は大北加藤の生誕地と伝えられ記念碑が立つ。また二丁目には後卓市の屋敷門や鍋島家の家老。 水町市の屋敷門として建設された三軒一尺の薬員門が残っており、水町市の門は佐賀市の重要文化財に指定されている。なお、この屋敷は、上海事件で著名な空間少々差の成果でかつては、空間少々差成果と記された石碑もあったが戦後に撤去されている。かつての片田郷建工事、水替えて工事である県道30号線をはじめ、 佐賀城下の諸工事が広く残っており、前日の記念館、屋敷門などとと合わせ城下町の面影を広く感じることができる。また、幕末に活躍した佐賀の七賢人のうち、大隈重信の部と大北加藤は水が絵の出身であり、佐野城民は水が絵の佐野家に養子となるなど明治維新とも関わりの深い地となっている。面積は約0.79平方キロメートル。 平成27年住民基本台帳による世帯数及び男女別人口は以下の通り。裏十軒川。写真左が水が甲、右が材木。奥に見えるのが横目橋。水が甲は水が家の意味で、龍は水を持って家と那須の古事から龍造寺市の龍と水を結びつけて作られた地名で、水が江丁目と中の建町にわたる範囲に水が工場があった。 現在の水が、港は、江戸時代は、佐賀城下の武家屋敷地で、共に、縦工事と横工事からなる水が港工事の大部分と、片田港工事の中南部にあたり、本来は、水が港とは南十間単より、南の水が港工事付近を指す地名である。水が江工事は虎寺工事ともいい、現在の龍谷港港東交差点から南に走り、横工事交差点から、 東横工事と西横工事などがあった。さらに南には、葉隠れ記述者である田代貫本の屋敷があったことが、上海図の解析により判明している。高価に未装着刀によると居住する物資数は、諸将寺中最大の54名。築地藩射炉の建設などに参画し、藩の果実師藩となった、本当堂太夫の屋敷はこの地にあった。片が豪工事は、 流国高校北交差点から北に走り浦十間川に至る工事。北から馬、攻め馬場、通り工事、地位工事、花草工事、中の橋工事、空立ち工事、海所工事の横工事があり、まとめて片田港7工事と呼ばれている。それぞれ縦工事から東に走り浦十間県端工事に達する。海所工事のさらに南にある十間県端工事も、 含め現在もそのまま指導などとして使われている。同じく、高架に未装着等によると、それぞれの工事ごとに居住する物資数は、肩が合工事が30人、馬攻め馬場が10人、通り工事が17人、C 工事が16人、花房工事が15人、中の橋工事が12人、空立工事が十人、殻所工事が十八人、十件単工事が十七人。いずれも、 中級武士が多い。この裏十県炭工事に沿って流れる裏十県川は、武家屋敷地である水が、甲片田豪と町人町である、材木町との境界で、材木町から橋を渡って、武家屋敷地の工事に入る場合は必ず、鍵型に曲がるようになっており、防衛上の措置であると見られている。また、裏十県川に架かる橋の一つに、横目橋がある。お互いに経営、 対立する武士と町人が橋ですれ違う時にじろりと横目で睨みながら渡っていたという意味で呼ばれたもので、佐賀城下の珍明橋として知られている。なおこの文書には、大隈重信の父、大隈与一左衛門の康の名が、海所工事にある。天保六年、鍋島直政の病後の保養地として水が、交互茶屋が、現在の六丁目に造営されている。この水が、 高五茶屋では、天保11年に、鍋島重義が、竹尾藩で導入を進めていた、西洋式法術朝練の一環として、リフトコーゲルの始発が行われた。直政は、この朝練を見分したのをきっかけに、佐賀本藩への西洋法術導入を決定している。1881年に、水替え朝となり、1889年に、近代市町村制の施行により、 佐賀市が発足すると、その一部となる。住居表示により水貝え町に、赤松町、本城町袋、北川福町木原の一部を加えて、水貝え1から6丁目となった。中央を南北に走る、県道30号と、留国高校東交差点から東に走る、県道20号で、佐賀市 AA バスと、西鉄バスが路線を運行している。松原との境界に位置する。 片が号は、交差点を中心に、東西南北すべてに、バス停があり、市内で運行する市営、昭和、西鉄、有徳のすべてのバス会社が路線を持つ。ほか、1904年に付設された、馬車鉄道が当地を経由していた。県道30号線、愛江門橋の南が、停車場の後で隣接する、病院敷地に、市費で建てられた、記念碑がある。なお、 県道30号は、片田高交差点を境に北は、大宝通り、南は、水気高王通りと呼ばれる。ありがとうございます。